けでよくわからなくなった午前2時神奈通り大好きだよ大好きだよって息を今風に投げつけた愛してるよ愛しているよと君と生きたいよ二人で生きて生きたいよ携帯の液晶画面はどうしようもなく割れていたよく覚えていないけど君と二人